高山市久久野町にある市営のスキー場、飛騨船山スノーリゾートアルコピア。12日、59年間の歴史に幕を下ろしました。長年ここのスキー場来てたんで、やっぱりなくなるの寂しいですね。本当に残してほしいって思って、残念でしょうがなかったです。アルコピアは1963年12月にオープン。観光客が多く訪れ、にぎわいを見せていました。しかし、徐々に客足が鈍くなり、1995年度には20万8000人が訪れていましたが、2005年度には5万9000人と、10年間でおよそ7割の客が減りました。2020年度には新型コロナの影響も相まって、1万6000人にとどまりました。赤字になるかならないかのギリギリの線を毎年生きております。公費が入らないと運営できないスキー場であるというのは、これはもう事実でございます。高山市によりますと、レジャーの多様化に加え、東海北陸自動車道の開通以降、東海圏からのスキー客が郡上地区のスキー場に流れたことも影響したといいます。十分なスキー場としての機能を、発揮できないといいますか、健全な運営が継続していくことが難しいんではないかなということを、考えました。近くには別の市営スキー場があり、客を取り合う形にもなっていたため、高山市は検討の結果、去年4月アルコピアの廃止を決めました。スキー場のオープンとともに営業してきたレストハウスは、非常に残念というか悔しいというか、そういう気持ちでいっぱいでした。スキー場ができたのは4年生で、それからずっとスキーに関わってきて、ここで育てていただいたもんで、最後はもう感謝の気持ちで終わりたい。せーの、最終日を迎えた12日には、これまでの感謝のイベントとして、リフト券は半額以下の1000円となり、飛騨牛などが当たる抽選会も行われました。早くできるのって何ですか？早くできるの。麺類、はい。レストハウスも多くの人でにぎわいました。小学校が交流会を続けていて、それでもうアルコピアがラストということで、有志で、マイクロバス2台でやってきました。本当に長い間交流会も続けさせていただいて、本当にありがとうございますということを言いたいです。最後なので、もうちょっと遊びに来ようと思って、子供とあと主人と、みんなで来てます。もうスキーもここで一からなんていうか練習してきたのですごい思い入れがあります。およそ600人が最後の滑りを楽しみました。午後5時、59年間にわたる営業が終わりの時を迎えます。ありがとうございます。お世話になりました。お世話になりました。またどっかで。ありがとうございます。スキー場を通じていろんな人と出会いがあったし、視野も広くなったので、本当に僕の宝物ですので、スキー場に思いは本当ずっと胸に焼き付けておきたいと思います。はい、皆さんどうも今日はありがとうございました。今シーズン雪不足にもかかわらず、皆さんの努力のおかげで、事故なくここまで来る、本当に感謝申し上げます。59年間のスキー場をこれで、閉じるわけなんですけれども、本当に皆様のおかげでここまでやってこれたというふうに感謝しております。高山市は来年度以降、順次リフトを解体していくとしています。スキー場の跡地は今後どう利用されるのでしょうか。今あるリフトを、撤去して、解体を進めるであったり、土地所有者に土地を返還していくという形になります。今後
新規振興策、そういったものが出てくれば、まあ、それについてはまた、まあ、地域の方々との、まあ、確認であったり、まあ、話し合いをするというようなこともあるかと思いますけども。市は跡地の利用について、できるだけ早い時期に結論を出したいとしています。